アランドロン、アランドロン、アランドロン、1935年11月8日大は、フランスの映画俳優。身長177センチメートル。1935年11月8日、パリ郊外の大イコールドイコール、セーヌケンソーで生まれる。父は、小さな映画館を経営。母は後に結婚するナタリーと雰囲気の似た美人で、薬剤師の資格を持っていた。 4歳で両親が離婚し母方に預けられるも、再婚したハムやソーセージなど、豚肉加工品専門の食品店のギフと合わなかったこと、そして母親が新たに生まれた娘、エディットだけを可愛がった谷アランは、のけものとされる。さらに追い打ちをかけるようにジップも、再婚、息子じゃんイコールフランソは、後にアランの映画の制作に参加が生まれていた。 それら家庭不和による愛情不足のため、女生徒とたびたび問題を起こして、寄宿学校を転々とし、最終的には勘会員に入れられ、一時的に鉄格子生活を経験する羽目にもなった。その後十四歳より前日の食品店で働き始めた。自分の居場所を求めていたアランは、苦肉の策として、フランス海軍へ志願。未成年者は保護者の承諾が必要だったが、 母は、岐阜の優がままに承諾した。この一件で、母への憎しみが根深く残ることになり、次第に、女性不信という形で現れていった。こうして十七歳で入隊し、マルセイユより貨物船に乗せられ、カービン銃の扱いだけを教わって第一次、インドシナ戦争へ従軍することになった。百五十五年、休戦協定によって二十歳で無事隊後は、アメリカとメキシコを、 放浪、1956年に帰国後は、パリのモンマルトルなど方々を転々とし、サンジェルマンイコールデイコールプレに落ち着いた。また、戦場を経験しているためか、映画の中での殺しのシーンなどが、リアルで迫力ある名場面が多く、また、ドロンと同時期のアメリカ映画のスターであり、ドロンと同じく戦場の経験があるスティーブ・マック・クイーンと共に、 銃の扱いの芝居の上手さが語られている。翌1957年の夏、女優のカラカンヌで映画祭が開催されるから、ブラブラしてみたら、あなたほどの美貌なら、監督の誰かから声がかかるかもしれないわよ。と言われた。それがきっかけで、帰国後パリで知り合った、ジャンイコール、クロード・ブリアリと二人で、熱かったので上半身裸のままカンヌを歩いてみると、過去に、 ロックハドソンを発掘したハリウッドの一流永遠とヘンリー・ウィルスンに君はいい体をしているとスカウトされた。その3日後にローマの血ねちった撮影所にて映画武器をさらば撮影中のデビッド・オーセルズ・ニックのおけごを隠しアメリカ合衆国での成功に太鼓判を押され英語の習得を条件に7年間の契約を持ちかけられる。しかし私は フランス人なので、まずはフランスで勝負をしたいと保留、女優エステラ、ブランの紹介で、イブ・アルグレ監督の、女が、事件に絡む時、共演、ジャンイッコール・ポール・ベルモンドでデビューした。1959年、恋一筋に、で共演した、西ドイツの若手、スター、ロミー・シュナイダーと同性し婚約するも、1963年に、破棄。1960年、 ルネクレマン監督、太陽が一杯に主演。ニーノ・ロータの曲と共に大ヒットし、世界的にその名を知られる。その後も、クレマイ監督作品など、数多くのフランス映画、イタリア映画、アメリカ映画に出演し、自身が出演する作品のプロデュースも手掛けるなどして、活躍。ルキノ・ビスコンティ監督の若者のすべてにも出演している。その後も、シシリアン、 冒険者たち、さらば友よ、暗黒外の二人、ボルサリーの、栗色のマッドレイ、地下室のメロディ、レッドさん、友よ静かに死ね、ショック両方、ルジタン、アランドロンのゾロ他多数の映画作品に出演した。他には、ドロンが、ソ連の革命家、トロツキーを殺害する殺し屋を演じた、暗殺者のメロディなどの作品もある。ジョゼ・ジョバンニ監督との名コンビは、よく知られている。 音楽活動では1973年にダリダとアランドロン、甘いささやきがヒットした。ロミー・シュナイダーと破曲した後には1963年、ナタリー・バルテルミー、後ナタリー・ドロンと出会う。ナタリー、本名はフランシス・カサノバは、モロッコのカサブランカ出身で、育った境遇が似ていたことや、人生経験豊かなところに惹かれ、親しくなった。 1964年にナタリーと結婚、息子アントワーヌ、後にアントニー・ドロンの名でデビューが生まれる。この年には3人でアメリカ合衆国のビバリーヒルズに滞在。いくつかの映画に出演したり、アカデミー賞のプレゼンターにも立った。ナタリー・ドロンは後に映画、個人教授に出演した。1966年フランスへ帰国。 映画、サムライに出演したことにより、女優を続けたいと願うナタリーと対立し、やがて離婚。その後、ミレイユダルクと長い愛人関係にあった。1987年に、オランダ人モデルと出会う。彼女とは、席は、入れず、との西を設けるが、2002年に別れた。ベルベット・アンダーグラウンドとのアルバムがある、ドイツ人のモデル、歌手の、 ニコとの関係も有名である。ニコは1962年にドロンとの子供である、長男クリスティアンを生むが、彼は未だに認知をしていない。クリスティアンは、ドロンの実母に育てられた。2017年5月9日、今後出演する一本ずつの映画と舞台を最後に、引退するとの意向を示した。1963年、昭和38年、 4月1日から4月10日まで東京、丸の内の東京商工会議所ホールで開催された第3回フランス映画祭、公演は在日フランス大使館他のため初来日。日本のファンたちの大歓迎を受けた。他にドロンと共に映画祭に参加したのは映画監督のフランソワ・トリュフォー、セルジュ・ブール・ギニョン、女優のマリー・ラ・ホレ、アレクサンドラ・スチュワルト、ラであった。 1963年4月6日と1964年昭和39年6月9日フジテレビスター千和カズヨに出演同6月13日には NHK 夢で会いましょうに出演映像は減損しないが司会を務めていたデザイナーの女性と番組セット内で撮ったカラー写真が減損するドローンが マリアンヌ・フェイスフルと共演したあの無念にもう一度、1968では黒川のバイクスーツを着たマリアンヌがそれを脱ぎ捨てるとヌードだったというシーンが話題になった。1975年のルジタンでは当時最高峰の性能を持った三気筒のバイクに乗り、警官隊に囲まれた自宅から門を開けるとともに、ウィリー走行、前輪を上げた状態での走行で脱出する姿を 店、観客を感心させた。1977年に放送された実装時秋夫と岸田森が演出した水谷豊主演の SB スナックチップのインタビュー編の CM での水谷のアランドロンカナというセリフは流行語になり同 CM を演出した岸田森とは友よ塚西かに死ねの来日イベントで共演している。2010年には 生誕75周年を記念して、アランドロン生誕75周年記念映画祭が東京や京都で開催された。1970年代より自身の名をブランド名にした香水のプロデュースに注力している。男性用香水、サモーライ、諸君、47サモーライは日本文化に感化されたネーミングボトルとパッケージのデザイン、調考から日本でも人気を博している。 サモーライの名称は尊敬する、三船敏夫から取ったものである。1987年、モロッコでの十五年間の投獄の末、脱走したマリカ・ウフキルは逃走中に、自分たちの事実を伝えるため政治家やアーティストに二十通、ばかりの手紙を送ったが、返事があったのはアランドロンただ一人だった。モロッコと関係のあるアランドロンは弁護士を通じて、政治的立場を取るつもりはないが、 ウフキルたちに友情を伝えてくれと言い,い、物資面の援助や裁判費用も払う用意があると伝え、ウフキルはこの行為に心底感動したと語っている。1993年、スイスで行われた女優オードリー・ヘプバーンの葬儀に参列。それまで交流があったことは一切報じられておらず、また日本では長年人気投票の外国男優、外国女優部門の1位を、 獲得的た、人気俳優同士だった。彼は僕は彼女を尊敬していたと交流を語った。1998年公開のハーフアーチャンスを最後に映画からの引退を公言した。その理由を映画でやりたいことはすべてやりきったからと発言が復帰してテレビドラマや映画、舞台など幅広く俳優活動を継続しており、2007年にはベストセラー小説、 マディソン軍の橋の舞台化作品への出演が決まっていた。1964年東京オリンピックのメインスタジアム新宿区霞ヶ丘町の落成式に出席し合わせて国立代々木競技場を訪問した。また東京モノレールの開業前に昭和島車両基地を訪れ、そこで試運転車両に乗車した。チョコレート好き。好きなチョコレート菓子はスフレ。 2007年10月8日、スマップスマップ、フジテレビのビストロ、スマップのコーナーにゲスト出演した。出演した理由を50年経ったし、そろそろ日本に来てもいいかなと思って日本には中飯を食べるためだけに来た。というモアたっぷりに語り、前日の夜に日本に到着し、撮影日の午後9時に帰とに立つという強行スケジュールだった。 彼が料理絡みの番組に出たのは日本の料理番組に出演した一度だけで招待してくれて嬉しいとのことだった。また番組内では各出演映画の名場面や上記の44年前の初来日の時の貴重なユースフィルムモノクロなども紹介された。またフィルムデビュー50周年を記念して2007年11月8日の72歳の誕生日から 2003年から2004年にフランスとドイツ共同制作で制作されたドラマアランドロンの刑事フランク・リーバがワウアワウで放送された。大の格闘技好きであり、ドロン自ら格闘技の興行を主催したこともある。また、同じフランス人の K-1 トップファイタージェロムレ、バンナとは友人であり、映画で共演したこともある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。